います。おはようございます。そして神様にも挨拶をしたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。やっぱりこれでないと。今朝与えられているタイトルは神と共に生きる。そして、御言葉を一緒に読みたいと思います。一節だけです。先日ですね、一日一章で読んだ中にもあったと思います。ゼパニア書の3章17節、一緒にお読みしましょう。あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。2017年も想定ないといえば想定ないですね。もう5月には三橋先生が来られるということも決まっていました。細かいスケジュールは決まっていませんでした。その前後のイベントも決まっていませんでした。しかし2月にナイト・デ・ライトがハワイに来て、心に光用の支援者大会、そして素晴らしい集会を持ってくれました。その時にまたハワイに行きたい、私たちもまたハワイに来てほしい、そんな願いで祈った祈りがすぐに答えられて、今日また全員揃って、礼拝することになってます。第二礼拝では全員揃います。そして今晩は5時からまたアラモアナホテルで、ショッピングセンター、僕なんて言うの、ビーチってホテルって言った、ホテルでもいいなと思ってたんですけどセンターステージで5時から5時45分までですね。まあ、6時からですよねって言ってる人がいたから、6時に来たんじゃもう終わっていますので、5時からですね。ぜひ覚えて参加ください。私たちは神のなさることはすべて時にかなって美しい、その約束を信じるものであります。そして聖書の中にたくさん主が共におられるって、私たちの本当の最高の幸せは主が共にいてくださること。インマヌエルの神、クリスマスの時にイエス様が来てくださいました。それ以来ずっと聖霊様も、ペンテコステ以降主が共にいてくださる、そんな中を歩んでいけることを感謝しています。今年の御言葉毎回開いていますので、もうすでに覚えておられると思いますけれども、第一ペテロ1章21節、あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。毎回このことを覚えながら2017年あっという間に進んでいます。皆さん一日一生を続けておられるでしょうか。この恵みっていうのはすごいと思いますね。先日息子から電話があって、 IJCC の一日一生どこだったっけ、毎日読んでないの、読んでないからねすぐ忘れるっていう、読んでないからすぐ忘れるんですよね。僕毎日一日一生争点でやってても、今日何節でしたっけ、何章でしたっけって、昨日のことを覚えてないような情けないところもあります。でも毎日毎日、皆さんと同じ箇所を読んでね、今ずっと小予言書を続いてます。そんな中で聖書の全体の流れの中でイスラエルの民の歴史を見ているわけで、そんな中から皆さん今日はどこの何章だったでしょうか。さっと出てくる、また小予言書の名前がややこしくて、ゼパニアであったりゼカリアであったり、同じようなどこだったっけって、ゼカリア書今日は8章
ですね。その中 の、 毎日蒼天ではどの御言葉、何節の御言葉が光りましたかって言ってシェアをしています。僕は23節でした、ちょっとさっきそれを見たいと思いますけど、万軍の主はこうせられる、その日には外国語を話すあらゆる民のうち10人が1人のユダヤ人の裾を固くつかみ、私たちもあなた方と一緒に行きたい、神があなた方と共におられると聞いたからだと言って、イスラエルの民にユダヤ人は神が共におられるっていうことを常々約束をもらって、失敗はいっぱいしていくんですけど、いつも神があなたと共におられるっていうことを体験してきたんです。それを見ていたイスラエルの民じゃない、イスラエルの諸国の民が、確かにあのイスラエル人ユダヤの人たちと共に神がおられるっていうのを聞かされて、本当にそうだっていうのが分かったときに、私たちも一緒にあなたたちと行きたい、なんで本当の神様があなた方と共にいるから、私もその恵みに預かりたいと言ったところなんですね。私たちも今は新約聖書の時代に生きてますけど、クリスチャンとして同じようにクリスチャンじゃない人たちが、私もあなた方と一緒にいたい、なんで確かに IJCC は、IJCC には神様がおられるって、大変な時でもみんななんであんな、ね、喜びを持って生活できるんですか、悲しみ苦しみの中にあってもどうして人を励ますことができるんですか、確かに神様はそこにおられるねって、個人的な体験だけじゃなくて、その体験を共有できる、だからIJCC はなんか違うやっぱりねって、行ってみよう、続けて行ってみよう、そんなことが起こってくるんだと信じています。今日の結論、神と共に生きるとは、神に忠実に従い、神により頼み、神の命令に従うことである。幸せになりたいなら神から離れない生き様であるって、神と共に生きる、皆さんは神と共に生きておられるでしょうか。神様は共にいるって約束してくださっているのに、イスラエルの民がそうだったようにすぐ忘れてしまって、権力や能力に頼ってしまうことが多いんではないでしょうか。人に頼る、会社に頼る、家族に頼る、人間の力に頼る、そしてそれが羨ましいと思ってしまう、僕にはそういうのがないとか、何よりも私たちは神と共におられる、そして神様に聞き従っていくものでありたいと願うわけです。そのことを覚えて今日もう一度ですね、神と共に生きるということをいつものように3つのポイントで御言葉から見ていきたいと思います。この神と共に生きるって、クリスチャンであるならば本当はいつも聖霊様がそばにいてくださって励まし助け導いてくださっているわけですから、神と共に生きているんです。しかしそれに気づかないことが本当に多いと思います。3つのポイントで、1番目、神を信頼してより頼むために恵みを受けるって、まず私たちが神の恵みを受けるっていう体験が必要なんです。頭では分かっていても、私たちがどう生きているかっていうのはこの経験に関わってくるわけですよ。そして私たちが祈ったら祈りのが答えられて思うようになるかどうか、思うようになっていると思えるときは、ああ神様がいると思うんだけど、
え、なんで祈ったのにって、自分の願っている自分の思うようにならない時には神様って本当にいるんだろうかって、本当に勝手な思いを持ってしまうことが多いんではないでしょうか。そんな中にあって恵みを受ける、恵みとは受ける資格のないものに与えられる神様からのプレゼントですって、何度も何度も話しています。皆さんが恵みだと思っていることは実際は自分の頑張りで受けているからそれは恵みでないと思うことがあるかもしれないですね。これだけ頑張ったから今年はボーナスもらったとかね、まあ、日本だったらボーナスがもう、ハワイにはなかなかボーナスというのがないもんですからね、このボーナスも自分がやった努力の結果もらえるんであれば恵みではないですよね。そういう意味ではボーナスのない習慣の中にあって、今回はすごく売り上げが良かったから皆さんにこれをシェアしますなんて言ってもらったら嬉しいですよね。期待していなかったのに、これが恵み。病気で会社休んでいたのに、仕事できなかったのに、こんな素晴らしい売り上げがあったって、中林先生がそう言ってました。病気になって働けなくて、でも今までより売り上げが良かったって、どういうことみたいな、ね、神様が必要なら休みなさいっておっしゃってたのかもしれない。かといってこう思ってると、えー、って足元すくわれるようなことも起こってくる。だから常に私たちは神が共におられるっていうことをこう当たり前のように思うのではなく、感謝していかないといけないことがあるんではないでしょうか。そのためになおも神様に信頼して神様をより頼むことができる。そのためにはまず神の恵みを経験していないと、理屈では分かっていても分からないことがたくさんあるんだと思いますね。クリスチャンホームで育った子どもたちは神様がおられるっていうことは当たり前、何の疑いもなく、それを悩んでいる人の気持ちも分からないみたいなところがあるんでしょう、あるんではないでしょうか。でその割にはいつ神様信じたのって聞かれたら、あの人はいいなって人の証を聞いてね、うちの娘もよく言ってましたよ、私もそういう証がしたいって、あの感動的なこういうことがあってこういうことがあった時に神様がいるって分かったって。でも小さい時からずっと親がクリスチャンだって当たり前の中で育ってきたので、そんな感動的な証がないとかって、私もそういうふうにクリスチャンじゃないところで生まれたかったって、ね、どうでしょうか。一瞬ああそうだなって思うかもしれないけど、そんなことはないですよ。クリスチャンの家族で生まれた、ずっと生まれる前から祈られてきた、だから今がある、だから今ちょっと離れてたりとか反抗してたりってしててもね、心配ないんです。神様がいつも共にいて守っていてくださるんだから。本人がただなかなか信じられないとかってそういうことがあるかもしれない、でも神様は選び取って祈られているものを祝福してください。これが清いってことだと思いますね。先週も三橋先生そんなことをおっしゃってましたが、小さい子供の時から当たり前のように神様がいる、その中で育ってきたっていうことはね、清いんです。大人になってから神様と出会って罪許されて、それも素晴らしいことです。でも神様と共に歩んでいく、これほどね祝福はないと思いますね。ですよ、今は分からなくても必ず分かる時が来るから、子どもたちもそのことを忘れないでほしいと思います。この経験恵みがあるから私たちは主に信頼することができし、主に頼ることができるんですね。そういう意味において神様はすごいお方だって身をもって体験していくことができるんだと思いますね。私たちもなおも神様に信頼して
神様により頼んでいく歩みを続けたいものです。御言葉の約束にはこう書いてありますよ。今日ちょっと箴言からが多いですけどね。神の言葉はすべて純粋、神はより頼む者の盾である。って私たちが困った時、どうしようと思う時、主により頼むと神様が盾になってくださる、イエス様がプロテクトしてくださるって。御言葉は純粋、受けて信じるに値するものですね。そして警告も与えています。欲の深い人は争いを引き起こす、しかし主により頼む人は豊かになるって。私たちは豊かになりたいですか？豊かになりたいですよ。そう思って仕事も頑張らないとって、人の倍以上働かないとって、豊かになることを求めます。しかし欲が出てくるとね、それは僕のだって争いを起こすって。欲がなければ僕のはずなんだけどあげるよって、今回は回してあげようっていうことができるんだけど、人間欲深いからね。さあ皆さんの目から見て、私は欲深いと思いますか？うんうんって言われるのもちょっとショックだしいや先生は欲深くないですよっていう、ま、たいやそんなことないよって言いたくなる、ああそうね、僕欲深く見えるでしょうかって、人の目を気にしてね、欲深くなさそうにしてるかもしれないけど、欲深いですよやっぱりね。そういうもんですよ人間ってね。でもそんな時に取らぬ狸の皮残よっていう、これとかあるって欲深くやってしまうと何も入らないって、いうこともたくさんあります。そこで大事なのは、本当に神様が共にいてくださるんだったら全て必要なものを与えられるって、この信仰はね大事だと思いますね。うちの家訓でもありますよ、うちの我が家の。だからもらうことが多いんです、ね、でもらうと当たり前になってくるから、それも良くない。もらった時は本当に感謝だねって感謝していかないといけないんですよ。そうすると感謝が増し加わっていく、次から次からまた感謝できるって、これも生活を通して体験しないとわからないことかもしれないですね。僕がハワイに来た時、今から24年前ですけど、三橋先生と一緒に生活しました。最初から独立したかったけど、独立できないと居候してたんです、半年ね。その間に次どこに、どっから自立してアパートを借りるかとか、仕事はどこで働くのかって何も決まってなかったので、そういう意味ではそれこそ神様に守られて生活してきました。でその時に、最初に教わったこと、まだ牧師でもなかったですからね、冬木兄弟、お金の計算はしない方がいいよってこっからですかみたいなね、どうしてですか？お金計算したら絶対に足りないからってそう言われたんですよ。まあ来てすぐにね、子供夏休みに入ってきたから、すぐにもう、サマースクールはどうしようだとか、こんな高いんですか、どんどんお金がなくなってしまう、だからお金の計算しない方がいいって、足りないからって、最初からそう言われると、あそういうもんですかって、あ分かりました、以来忠実にお金の計算はしないって、それだけは従ってるのかもしれない、ね。信玄のごめんなさい、もう一個、そうですね、これで、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、
そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。そして先ほど読んだ文字、欲の深い人は争いを引き起こす。しかし主により頼む人は豊かになるって。さあ、もう24年経って皆さんから見て私は豊かでしょうか、貧しいでしょうか、ね、まあ、これも以前にも話したけど、うちの子供がね、大学に行ってファサとかもらうのに僕がやってあげられないからね、全部英語だから自分でやるようになってね、ダディ、ダディのタックスリターン見せて、見たいってそして見せたらね、こう言うんですよ、一言、うちってこんな貧乏なのって。はあ、今なんて言ったって。貧乏、貧乏だと思ったことあるのって言ったら、ないって、だから貧乏って思ったって言うんですよ。そう、お金はない方がいいよ、お金ないから大学行ってたんだよってはあみたいな皆さんもそういう経験をされるかもしれない。だから、いや、全てじゃないですよ、あの、ね、我が家は家がなくってよかったなって、家を持ってる友達はメインランド行っても帰ってきたって、授業料払えなくて帰ってきたっていう友達もいっぱいいるんですよ、やっぱりね。でも卒業できたよねって、感謝だなって、今も言わないけどって、そういう経験をしていく、豊かになるんですよ。僕 今考えてもね、あの日本で、もらってた給料、年収より低い、当然低いし、もう半分以下になってしまってね、どうなっていくんだろうって思いましたけど、僕あのまま日本にいてたら生活できてないか、子供3人を私立の大学に行けてなかったって変な確信があるんで、大学、あの同じ同僚なんかの話を聞くとね、大変だ大変だっていうことを聞かされます。冬木はいいよなって、いいよなって散々あの心配してくれた友達が言うんですよ。本当に豊かになると思ってますね。これも体験、主が共にいてくださる、神様がと共に生きていくってことはね、祝福なんですよ、真実だから。主により頼むことが何より大切だって思います、ですね。だからこそ心を尽くして主により頼めって、何かがあったらいつも主に頼みなさいって、自分の悟りに頼るな、はい、分かりやすいです。自分の頼り、悟りに頼ったってろくなことなかったですから、主を認めます。そうすればあなたの歩んでる道はまっすぐになる、必要は満たされるって。神と共に生きるっていうことはどういうことか、2つ目のポイントは、神に忠実に従い命令に従うことができるっていうんです。神様が共にいてくださるために忠実に従いなさいとか命令を守りなさいっていう条件じゃないんですよ。神様が共に生きておられるから私たちは忠実に従うことができる。よく質問されますよね、鶏が先か卵が先かって、悩むことないですよ。答えは知ってます？皆さん自信持って言えます？鶏が先か卵が先か、答えは鶏が先なんですよ。なんでって、神様がパーフェクトなものを作られたんだから、ね、卵を産む鶏を作られたのが神様なんですよ。神様は卵を作ったわけじゃない。悩むことはない。先に神様がおられるって信じるなら何の悩みもいらない。神様が共にいてくださる、だから神に忠実に従うことができるんです。もし神様がいなかったら神に従うなんてナンセンスってことになってくると思いますね。私たちが神に忠実に従うなら神が共にいてくださる
って思いやすいんですか。そうじゃないんですよ。そう思わせるのはサタンですから。あなたが不忠実だから神様は祝福してくれないんだって、神様なんて離れていくんだって、あなたが忠実に従うなら神様は必ず祝福してくださるっていう条件じゃないんです。神様がおられるから私たちは忠実に従うことができるって、サタンは逆ですから、お前は忠実でないからだからお前はダメだって、だから神様の祝福は受けられない、神様なんて共にいないんだって責めてくるんです。しかし聖書が言っているのはそうじゃない、先に神がおられるんだって、神様が共にいるからあなたは従えるし祝福を受けることができるって。ただし先ほども言ったように欲張るなよって、欲張らずに神に忠実に従うんですよ。何かを奉仕をすることもそうだし、献金を捧げることもそうだし、時間を捧げることもそうですね。条件ではないんです。神様に忠実に従うとき、神はすべてをご存知なので祝福してくださいます。同じ箴言の28章20節、忠実な人は多くの祝福を得る、しかし富を得ようと焦る者は罰を免れないって、僕の願いの中にやっぱり忠実に従いたいっていう願いはいつも言うようにあるんです、ね、そして神様に褒められたいって思いはあるんです。でも不忠実なこともやっぱりありますよ。約束したのに、ね、人の目から見たらあサボってるって、誰もそんなこと言わないですよ。自分だけがやっぱり知ってるんだから、もう疲れた、もうやりたくない、まあいいやって、結果は死のものだからなんとかって、すごい大胆な言い訳をしてね、そんな風に使いませんだから僕が結果は死のものですって言った時、本当にって聞いてくださいねえ、僕精一杯やった時はこれでいいんだ、これでいいのだって思うんです。でも主は憐れみ深いから、そんなものでも祝福してくださるんですよ。先に祝福してくださるから、ごめんなさいやっぱりそうでしたって、あなたに従いますって、いうことができるんですね。神様が見ておられるのはできるかできないかじゃないっていつも言います。忠実か不忠実かはよく見ておられますよ。やっぱりね、お前人前でかっこよく打ったじゃないかって、はいそうでした、ごめんなさいやりますって、喜んでやります、ね、神様はいやいやながらやってるのか喜んでやってるのか、そこは見られるでしょう。そしてもしいやいやながらやってるんであれば、神様はどうされますか。厳しく何かされます。そうじゃない、分かった、あなたがいやいややってんだったら喜んでできるようにしてあげようって変わってくるんですよ。で気づかされて、神様ありがとうございますって、喜んで使えることの喜びをまた教えてくださるっていうことだと思います。いかに忠実かどうか、マタイに出てくるねタラントの例えがあって、5タラント預かった人は、ね、もう5タラント、2タラント預かった人は自分の預かった倍を稼いだって、でも1タラント預かった人はこの1タラントがなくなったら困るから、穴に埋めて、どうかあなたから預かったものを、はい返します、それじゃダメだって。忠実に与えられたものを用いて増やしなさいって、まあ増やしなさいというか、言葉を変えると儲けなさいって言ってる、でも言い過ぎじゃないと思いますよ。5タラント預かって5タラント儲けましたって、儲けるってことはいいことですよ。儲けるっていう字は信じるものって書くんですからね。
神様から与えられたものを信じていきます。あの今漢字テストをしたからに、あの後で調べてみたら儲けるってね、信じるものって書きます。信じる人、ですね。ここ、するとごタラント預かった者が来て、もうごタラント差し出していった。ご主人様、私はごタラント私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれって。よくやった、忠実なしもべだ。神に忠実に従い、神の命令に従うことができるんです。神様と共に生きるなら。3つ目、神の喜びを共に喜び感謝することができるって。神の喜びを共に喜び感謝することができる。神と共に生きているなら、喜びも神と一緒に喜ぶことができる。神が喜んでおられるのに私たちが悲しむということはありえないことです。一緒に喜ぶことができる。逆を言うなら、神が悲しまれることは私たちも悲しむことであるって。神が悲しんでいるのに私たちが喜ぶということはないんです。でも世の中ではこれぐらいいいかって、神様を悲しませてまでも自分が喜びたいって思ってしまうことが意外と多い。自分を喜ばせるために、自分は喜んでるんだけど横で本当は神様は悲しんでるぞっていうことがあるんですね。神様は喜びも分かち合うことができるし、悲しみも分かち合うことができる。私にとって父親像っていうそのイメージは乏しいものでした。いつもまあ親父と一緒にいなかったからね、子供の頃から。いつも親父はどこって言ったら、あの仕事で船に乗ってもうまだ帰らないとかって。で帰ってきたら帰ってきたで1ヶ月以上いますからね。もうそろそろ行ったらいいのになって。最初はいいんですよ。あの おもちゃ買ってもらったりね、優しいお父さんだなって思うんだけど、小言が多くなってきて、えまだいるのみたいな、そんなイメージでしたね。だからで僕の大事な時はいつも親父はいないじゃないかなって。結局小学校中学校、まあ、高校ではなかったですけど、父親参加一回も来てもらったことないんですよ。僕の運動会親父が見に来てくれたこと一回もないんですよ。せめて一回ぐらいと思うんですけど、どう思い出してもなかったなって、高校時代サッカーの試合に親が見に来てくれたなんて一回もないんですよ。でもハワイはいいですよね。試合があるってナイターでお金出してまで見に来るんですから、すごいなって。僕もお金、出したけど惜しみなく見に行きましたね。頑張れと大きな声でもっと右右右とかって言ったら、終わってから県にお願いだからそういう応援やめてくれるって日本語でいいじゃん、英語でやったらあの読まれてしまうだろうとかってでももうなんかね、そう言われるとちょっとがっかりしていいよもうしない、声かけないよっていじけてしまうところもありましたけど、あのやっぱり親父と一緒に何かを体験するってすごくいいんですよね。で僕にそれ欠けてるところがあって、でもおふくろは親父以上に付き合ってくれましたね。だいたい父親参加の時に来るのはおふくろですから、後ろ振り向いたら男性ばっかりなのにおふくろがいるんですよ。それもまたちょっと息子としては恥ずかしい。でも大人になってね、自分が親になってくる、あの時本当はおふくろの方が恥ずかしかっただろうなって、なんであの人のとこお父さんいないんだろうって、いちいちそんなの説明しないですからね。そういう
思われてたんじゃないかな。そして僕も父親になった時にふと思いました。僕は親父にそんなの来てもらってないって思ったけど、本当は親父は来たかったんじゃないかな、見たかったんじゃないかなって、息子が活躍するところをね、僕足早かったですから、それだけが得意で運動会では一等賞でしたから、見てほしかったなって、親父も見たかっただろうなって、そう思うと、ああ神様にも喜んでほしいことがあって、神様が一緒に見てくれてよくやったって、喜んでる時一緒に喜びたいな。これも去年ケンと一緒にねネパールに行きましたよ。本当に親としては嬉しかった。その理由はね、理由は宣教師に召されたから、そんなもんじゃない。親父といい思い出を作りたい、だからネパールに行くって言ったんですよ。これなんだって思うけど嬉しいなと思いましたね。親父がどういうことしてるのか見たいって、で一緒に思い出を作って帰ってきて、来年も行くか、うんもういいってそう正直ですけど、でもどうなるかは分からない。神様が一緒に喜ぶ者と共に喜び、悲しむ者と悲しむことができる。神様は何よりも一緒に何かをして共にいるよ、一緒に喜ぼう、で私たちが喜ぶことを喜んでくださるんだろうなと思いますね。もう一度と、その主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。親の喜びを共に喜んでくれって、この関係っていいなと思いますね。ちょっと僕はいじけたところが多かったんですけど、地上にいる間には一緒にそういうことはなかなか分かち合えなかったのでね。でも僕は天国に行くのがすごく楽しみですよ。うちの親父は無口でしたけどね、親父タタタタタタタって走ってきてキューってなったらいいなと思いますよね。今までどおりにムスッとしてたら違うって思ってしまう。でもそこにね希望があるんですよ。でお袋もいる、ね、で天国に行ったら会いたい人いっぱいいますよ。三橋先生のお父さんも僕会いたくて楽しみ、ね、どんな姿に変えられてるんだ、喜んできっと踊ってると思いますね。そんな希望がある。神様は私たちをよくやった、忠実なしもべだって褒めて迎え入れてくださることを心から期待しています。第2コリントの4章15節、すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ちあふれ神の栄光が現れるようになるためです。私たちの毎日の生活の中で神様が共に生きておられる、共にいてくださるっていうことは、すべてのことが私たちのためであるって、そうは思えなくても恵みがますます多くの人々に及ぶって、自分だけじゃない、周りの人に恵みが及んでいって、そして感謝が満ちあふれる、その結果神の栄光が現れるようになるんだって。神の喜びを共に喜び感謝することができるということですね。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますようにってダビデが言いました。私たちが本当に喜んで主に仕えることができるように神様が共にいてくださる、聖霊様がもう離れないって、あなたといつも一緒にいるって、その約束をしてくださっているん
ですね。本当に去年もあっという間に過ぎていって、父と母を天に送りました。母をもう少し長生きするかなと思ってましたけど、天に帰っていきました。これ以上地上での喜びを共にすることはできないけれども、本当にもう一度両親に会える、ここに希望があるんです。そのためにはイエス様のことを伝えてほしい、家族に伝えてほしい、皆さんにも伝えてほしい、そしてこの喜びを共有したい。私たちには希望があるって、そのことをもう一度覚えたいと思います。今日のゼパニア書3章17節、あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。一緒に喜ぶ時が来る。そのことを覚えて心から感謝したいと思うんです。今年のテーマは、あなた方の信仰と希望は神にかかっている。神様が用意をしてくださっているので、そしてその神様がいつも共にいてくださる、神と共に歩める人生を進んでいきたい。もう一度今日の結論、神と共に生きるとは、神に忠実に従い、神により頼み、神の命令に従うことです。幸せになりたいなら神から離れない生き様を示していきたいと思います。お祈りします。恵み深い天のお父様、あなたの尊い皆を心から賛美します。神と共に生きている、どれほど感謝なことでしょうか。しかし私たちはそれに気づかずに、自分勝手に権力や能力に頼って生きやすいものです。しかし私たちと共に神がいて生きていてくださること、神様と共に生き続けることができるように、私たちの生き様を変えてください。いつも主に感謝することができるように、そのことがどれほど励ましになるのか、教会を通して私たちがそのことを体験していくことができるように、私たちの個人的な生活の中にあっても私たちと共にいてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。